はい、皆さんこんにちは、オーラコンです。今回はですね、憲法9条ですね。憲法の9条は戦争放棄と戦力の不保持と公選権の否認の3つを規定してますけれども、この憲法9条に対してはアメリカとか GHQ に押し付けられたものなんだ、だから無効だという意見もあるんですね。で、ただですね、実際にその憲法の制定過程を調べてみると、そんな押し付けとかではなくてですね、当時その憲法9条が持っている思想っていうのは、当時の政府とか当時の国民もすでにですね、議論をしていて、そういう思想が一般化されつつあってですね、そういう状況の中で現行憲法の9条が制定されていった事実があるということですね。まあ、そういうことが分かりますよということをちょっと簡単にお話ししてみようかなというふうに思います。現行憲法の制定にあたってはですね、まず憲法草案が作成されて、それが帝国議会の衆議院に提出されて議論されて可決されたという経緯があるんですけれども、その憲法草案は最初は日本政府の側で設置した松本委員会というですね、国務大臣の松本丈司という人が委員長になって、で憲法学者も何人か招いてですね、でその松本委員会が作成した憲法草案が GHQ に提出されたんですよね。で、提出されたんですけども、その憲法草案が あまりにもですね、その明治憲法の焼き回しみたいなやつでですね、天皇主権主義をそのまま残してですね、すごく保守的なものだったんですね。なので、それが受けた GHQ の方はですね、驚いてですね、GHQ の方としては、そのポツダム宣言は国民主権原理を採用してるを求めているというふうに考えてたんで、ポツダム宣言の趣旨に従って国民主権原理を採用した憲法草案が出てくるものと考えてたんですね。にもかかわらず、その天皇主権主義をそのまま残す憲法草案が出てきたんで、マッカーサーはこれじゃ連合国の了解は得られないって考えたんで、 GHQ の民政局に憲法草案の作成を命じたんですよね。で、それが日本側に提示されて、それが叩き台になって現行憲法が制定されてるんで、まあ、そこら辺を捉えて押し付けだとかいう人が出てくるわけなんですけれども、でその松本委員会はですね、その天皇主権主義をそのまま残す保守的な憲法草案をGHQ に提出したんですけれども、実際はですね、もう一つ憲法草案が作られてたんですね。松本委員会は公案と乙案の2つの憲法草案を作ったんですけれども、結局は最終的にはその委員長の松本丈司とかがですね、保守的だったんで、保守的な公案が GHQ に提出されたんですね。で、もう一つの乙案っていうのは結構先進的だったんですよ。で、乙案は先進的で、軍の規定が丸々削除されてたんですね。で、乙案は軍の規定が全くなかったんですよね。で、なぜそういう軍の規定が全くない憲法草案が作られたかっていうと、それは当時の政府内でその軍の規定をどうするかということが議論されていたからなんですね。なんで当時の政府で、中でその軍の規定が議論されていたかっていうと、当時の日本の状態がですね、明治憲法の上で違憲状態になっていたからなんですね。当時の日本はポツダム宣言を受諾していたんで、その武装解除が徹底されてたんですよね。で、武装解除が徹底されたんで、日本には軍っていう存在が全くなかったんですよね。でも明治憲法には軍の規定があってですね、軍の規定を前提とした天皇の統帥権とか、陸海軍の規定とかですね、戒厳とか戦線の規定があったわけなんですよね。なのに、そういう規定、軍の規定を前提としたその憲法条文が存在しているのに、実際には武装解除によって 軍の存在がないっていう状態でしたから、その武装解除されている状態自体が明治憲法上の違憲状態を生じさせていたわけなんですよね。当時日本は戦争に負けましたけど、明治憲法の効力がその自動的に消滅するわけじゃないですから、当時も明治憲法は機能して効力を生じていたんで、その軍の規定、軍がないっていう状態が違憲状態になってたんですね。なので、その軍の規定をどうするかですね、憲法を新しく作るときに軍の規定はそのまま置いて、軍を組織することで、違憲状態を回避するのか、それとも軍の規定は置かないでですね、軍の規定を全く削除することで、現実に軍が存在しない状態に合わせてですね、そういう軍の規定を削除することで、違憲状態を回避するのかという点が議論されたんですよね。で、なので、当時 その松本委員会では軍の規定をどうするか、残すのか残さないのかということで議論されたんですよね。で、その松本委員会ではいろいろ軍の規定をどうするかというのが活発に議論されてるんですけど、いろんな意見が出てるんですね。松本委員会の議事録は、
会図書館のサイトで公開されてるんで、まあ、誰でも確認できますから、まあ、興味がある人は、まあ、確認されてもいいかなと思うんですけども、例えばですね、その第3回調査会の議事録にはですね、軍については目下の情勢よりしてこれに関する規定は停止するかまたは削除すべしとの論はもちろん有力とかですね、いう発言が記録されていたり、あとですね、軍に関することを憲法中に規定する必要あるやとかですね、結局軍を辞めたる否やということにより決せられるものであるとかですね、そういう発言があったことが記録されているんですよね。で、第4回調査会議事録ではですね、軍備を撤廃しながら将来なお将来これが必要を予想するは連合国に対する誠意を欠くとかですね、第9回議事録では世界最初の平和国家非武装国家タラントする国家方針とかですね、まあ、そういうふうな軍を撤廃すべきだとかですね、軍に関する条文を削除すべきだとかいう議論もたくさん出てるわけなんですよね。なので、当時の松本委員会ではそのですね、軍の規定を削除するすべきとかですね、軍はもう持たないで平和国家非武装国家にするんだという意見も出てますから、まあ、それっていうのは憲法9条に通じますよね。憲法9条は戦争放棄とか戦力の保持を規定してますけれども、それっていうのはその松本委員会でもですね、そういう思想につながる議論というのはされてるんですよね。特に一番それに、通じるっていうのはその第3回調査会のですね、軍に関する規定は停止するかまたは削除すべしとの論はもちろん有力という発言がありますけれども、これは昭和20年、だから1945年の11月8日に、出されているんですよね。で、他にもですね、その第9回調査会の発言なんですけど、世界最初の平和国家非武装国家だらんとする国家方針という発言は昭和21年だから1946年の1月5日に発言されていて、それが記録されているんですよね。まあ、だからその、まあ、一番近いのは世界最初の平和国家非武装国家だらんとする国家方針という発言ですけれども、これなんかは憲法9条の思想そのままですよね。なのでその、まあ、この発言があったのは1946年の1月5日ですから、その時にはもう日本政府の内部でその松本委員会で憲法9条に通じる議論がされてたということなんですよね。はい。で、一方でその GHQ が GHQ 草案を日本政府に提示したのは1946年の2月の13日ですから、その1ヶ月前にはすでに憲法9条に関に、通じるような議論というのはもう松本委員会ですでにされてたんですよね。まあ、結局されてたんですけど、結局はその松本委員会はそのオツ案は出さずに公案を出してしまったんで、それは世には出なかったんですけど、まあ実際にその松本委員会で憲法9条に、通じるような、思想が議論されていて、それを憲法に盛り込むか盛り込まないかという議論は実際にされてたというのはこの議事録から明らかなんですよね。はい。まあ、なのでその現行憲法の9条が GHQ とかの押し付けだということを言う人はいるんですけれども、実際はそうではなくてですね、すでにもう松本委員会では現行憲法の9条に通じる議論というのはされてたんですよね、実際に。なのでその憲法9条に通じるような思想というのはその当時の日本ではさしてその珍しいものではなくて、もうすでに議論されていて一般化されつつあったということが言えるんですよね。はい。なのでその押し付けとかではないということなんですよね。はい。以上ですね、今回はその憲法9条の戦争放棄とか戦力保持の規定が押し付けだという意見がありますけども、それが押し付けではなくって、当時の日本ではですね、すでに議論されていて、それは松本委員会の議事録にもきちんと残っていです。いてですね、世界最初の非武装国家をタラントする国家方針というのはすでに松本委員会の方でも議論されていたんで、GHQ に言われるよりもっと前にですね、そういう議論がされていたということですね。で、そういう議論がされていた中で、日本側のそういう思想が議論されていたところに、GHQ も同じような憲法草案を作成して提示してきたんで、まあ、それが、両者の思惑が合致して現行憲法の9条が制定されていたということが言えるというお話でした。はい、今回は以上です。